今頑張ってる君や伝えたいことがあるんだ。たとえどんなに苦しくても君の心強くあれ。せっかく名古屋に来たんだからナンパでもして帰ろうか。よく見るあんた、いい女だな。今からこのカイザー様と大人の遊びしようぜ。おいおいおい、姉ちゃん、天国と地獄同時に上がってやるぜ。おい、なに、どこ見てんだ。おい、お前は何者だ。俺はタイガーの子、ガンパス、マスク。お前を素敵な旅に招待してやる。地獄行きの片道行くよ。なんか来た。それが許せない。お前の仕方になっているのか。サマさん、卑怯だぞ。卑怯で結構、こけごっこ。そこからお笑いレスラーっぽく足を踏み外して股間を持って。納得いかねえと言いたいとこだが、我がデビルファクトリーは宇宙大怪獣軍団と手を組み、名古屋を乗っ取りにやってくる。全員ぶっ潰してやる。サポーターのみんな、今日はどうもありがとう。東海インディ投資でぶっ潰してやる。やあ、来いや。しまったこと今でも俺根に持ってるからな。あの時のお前の目は本物だったよ。もっともっとのし上がんなかったら長野のプレスは盛り上がんねえだろ。負けたから言うんじゃない、お前を認めたから言うんだよ。でももっともっとお前が本気になってもっともっと頑張れば全国区のレスラーになれると思ってるから俺言ってんだよ。それで長野のみんなが大喜びするような環境を作ってまたここに帰ってこようぜ。その時はお前
この間の借り返すからな。覚えてろ。負けなしだぞ。おい、イサミ、おめえもな、今年の夏、お前たちのホーム、おい、ユニオンの新木場で俺たち勝ってんだよ。2連勝だよ。お前ら、2人とはな、いずれな、きっちりしたまでよ、正式にお前ら、殺したから待て。いくらでもやったんだよ、お前らのホームリーグでもなんでもよ。久保田ブラザーズは、永久に踏み潰す。身に染みました。秋田選手、はい、近い将来いろんな強いやつと、ね、戦うことになると思います。はい、秋田選手もこれから名古屋を背負って毎日やりすぎぐらいがちょうどいい、そんな試合をやっていってもらいたいと思います。今日秋田選手が中一発バシッと締めてくれると思います。どうですか皆さん。サバさん、はい、ジャパンツアー頑張ってください。はい、頑張ります。いきます。はい、1、2、3